リンリン、ハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、本日はね、タイトルにもあります通り、こちら新しい家族が増えましたという動画でございます。はい、それではね、本題入る前に、皆様にぜひともお願いです。よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、よかったら SNS ですね、各種 SNS やってますのでフォローお願いいたします。はい、ということで本題の方に入っていきましょう。もう早速映ってるこちらのカエルちゃんですね、新しくイエアメガエルをお迎えいたしましたという動画でございます。はい、こちらの子なんですけれども、友人の、お家でね飼育されていた子になるんですけれども、ちょっと友人の方のご自宅でですね、ちょっとカエルちゃんの環境の整えがうまくいかなくなってたみたいで、ここ1年ぐらいですね、こう飼育の環境が悪化していっていて、すごい頑張ってはいたみたいなんですけれども、なかなかうまくいかないっていうところで、この子はね、本当生態としては本当最近大きくなった子らしいんですけれども、なかなかうまくいかないっていうところから、実はね、この子だけ生き残ったみたいなんですよね。これ以外のこの子の親にあたる大きい子とかも亡くなっちゃったみたいで、で、まあ、飼育の環境がっていうところで、これ以上ちょっと不幸なのを見続けるのはっていう話にもなり、私にまあ白羽の矢が立って、お願いできないかなというところで、うちで、そのまま引き取りました。はい。で、まあ、友人もね、いろいろ頑張ってはいたので、それはやむを得ない選択肢の一個かなと思っております。はい。で、まあ、前からね、相談はされていて、どうにか迎えれないかなとかっていう話もされてたんですけれども、まずちょっと頑張ってみたらどうかなっていうので私は言ってしまってたんですけれども、ちょっとそれも、なんか、もしかしたら対応としては冷たかったのかななんて今は思いながらも、まあ、ここまでの事態に、ね、なってしまうとも私も思っていなかった部分なので、っていうところではあります。はい。っていうところからね、お迎えした子になります。はい。で、この子は、おそらく女の子っぽい気がしてるんですよね、私の中で。ただまだちっちゃいからね、なんともわかんないし、抱っこ抱っこっていうのもね、そんなにすぐ出るもんじゃないので、あれなんですけれども。そういうのもなくてっていうところで、女の子なんじゃないかなと私は思っています。はい。もう隠れちゃった。で、普通のね、緑色系の子になります。はい。で、今後はこのね、サンショウとイモリのいるケージ、この、ワインセラーの中ですね。はい。で、飼育をね、していこうかなと思っていて、このワインセラーなんですけれども、ちょっと温度、ちょっとね、なんかバグってるんですけれども、別でね、温度計はこうやってつけていて、これ今、外の温度で25度になってますけれども、これ、今、普通にね、室温感知してる状態ではあるんですけれども、この中はですね、今、現状は、22度か21度ぐらいになるような設定にしております。で、イエアメガエルも、サンショウウオも、そしてここにいるね、沖縄シリケイモリも、問題のないような、温度設定という形で作っております。はい。で、まあね、イエアメちゃん、あんまり水辺にいるというよりはね、樹上性のものにはなるので、ちょっと捕まれる場所っていうのをね、ちょっと作って、もともとここに棚があったんですけれども、その棚をぶち抜いて、全面も上にも置くようにしました。もともとここに棚入れてて、まあ、ワインセラーのワイン置ける棚ね、置いていて、で、ここに、レオパゲル入れてたんですけど、レオパゲルは普通に冷蔵庫に入れました。で、まあ、掃除するときに使ってるスポイトだけ、ちょっとここに固定できるように、物だけつけたっていう状態ですね。こんな感じで。はい。そんなに邪魔にならないようにね、コンセントとかを止めておくやつですね。あれで、こう、こうやって入れとくと、パコって止めておけるような形で作りました。はい。っていう感じで、ワインセラーでね、飼育していく動物ちゃんが1匹増えたという状態になってます。で、まあ、頭のサイズがね、実は3匹とも同じぐらいなんですよ。サムネイルの写真がね、3匹並んだ写真になってるとは思うんですけれども、3匹とも頭のサイズが大体同じで、まあ、誤飲っていうのはないのかなというところでございますが、
日々ね様子を見ながらそのあたりはね進めていこうかなと思います。間違ってね山椒がねイモリちゃん、イモリじゃないや、山椒がカエルちゃん食べちゃったりとか、あのカエルちゃんが間違って山椒、まあ山椒を食べることはないと思うけどね、あのサイズだからね、っていうのがないようには気をつけていこうと思っております。はい、まあ頭のサイズが大体同じなので、あの大丈夫かなとは思います。はい、でご飯に関してはもともと赤虫と練り餌を少しあげてたみたいなんですけれども、今もねうちに来てからとりあえず練り餌ですね、練り餌というよりはうちの子、あの沖縄シリケンイモリがねレオパゲルを食べるので、ちょっとレオパゲルあげてみたんですけど、レオパゲルは食べました。で赤虫も食べてました。であとはデュビアか、デュビア食べるかなと思ってデュビアもあの渡してみましたけど、デュビアは食べる気配がなかったです。はい、っていうところですね。まあそんな感じでございます。で、今回のねこの子の名前なんですけれども、この子はタコという名前になります。タイトルにもねつけてますけれども、 8C と書いてパコちゃんになります。はい、でなぜそんな名前にしたんですかっていうところなんですけれども、まず今回の名前の付け方として英語と数字をどうにか入れ込みたいなって思ったんですよね。っていうので考えていて、で英語と数字でっていう時にその由来になる何か名前ないかなって思いながら思っていて、でいろいろこう考えて、こうカエルが出てた作品とかカエルが由来するものなんかあったかなっていうところで、あのパコと魔法の絵本っていうのがね私好きだったんですよ。で、あパコと魔法の絵本いいなと思って、パコいいな、まあ主人公の女の子の名前なんですけどパコってなんですけれども、まあ名前的にも可愛いなと思って、あれに出てくるねカエルはガマ王子なんですけどね。はい、であと大抜きか、あのガマ王子の声をねというかがあのガマ王子役なのはね、あの大抜きなんですけれども、まあそういうところでねいいなと思ってその名前を付けさせていただきました。で、最初85っていう名前にしようかなと思ったんですけれども、で8は私が好きな数字なんですよ。まあ、末広がりの8っていう意味だったりとか、あと私の誕生日がね3月8日で8がついてるので8は好きなんですけど、5の方がねなかなかしっくりこなくて、5の名前の由来が全然ないなと思って、で5の名前の由来になるもの何かないかなとかいろいろ考えて、 2+3 とか 1+4 とかっていうこじつけをしようと思ったんですけど全然出てこなくて、でまあ数字とね英語にしたいなっていうところから、あの 8C とか 8CO、 8KO、 8K とかいろいろね考えてみて、でその中で 8C っていう風に置き換えをした時に、少し前にね乗りたいなと思ってた車で、その名前がなんですけれども、アルファロメオの 8C っていうのを思い出したんですね。でこの車、あのよく見るとまあ、なんていうんですかね、丸目系のね感じではあるんですけれども、ちょっと色をね緑っぽくしたらカエルっぽくなるんじゃないかなとか思って、でそういうところで緑色にね画像してみたら、あ意外とカエルっぽいと思って、でそういうなんだろう丸目系のね車が結構好きで、 8C もそうですけどトヨタのねセリカとかも好きだったんですよ、丸目系でね。あとはミニクーパーとかああいう丸めの車が好きでっていうのもあって、あ裏モチーフとして 8C ありだなっていう風になったんですね。っていうところから、8C という風に書いてパコと読ませるようにしようっていうところで、この子は 8C と書いてパコちゃんになります。はい、ちょっとねいつものねちょっと連想ゲームみたいな名前の付け方にはなるんですけれども、はいそんな感じです。今パコちゃんはあそこにいますね。はい、もう結構上の方にねだいたいいます。で基本的にはね問題ない温度っぽいので、この調子でね飼育していきたいなと思っております。
あとはね、また餌のあげ方とかね、このケージの状況でね、何かこう不備があれば日々変えていってっていう形でね、飼育方法というのをね確立していこうかなと思います。多分飼育環境自体はね、いい感じに整うとは思うんですけれども、温度とか湿度っていうところはね、問題はうまく仲良くできるかっていうところとかだけになるので、その課題さえクリアしていければいいかなと思っております。ちょっと友人のところはね、チンチラちゃんがいまして、そのチンチラちゃんに合わせた飼育環境作りをしちゃっていて、結構寒くなっちゃってたみたいなんですよね。なのでもうちょっと温度を上げてもともとここエゾサンショウがいたので、ちょっと温度自体は下げてたんですけれども、その子を迎えるにあたって、大丈夫か下のウサちゃんがぴょんぴょん飛んでおりました迎えるにあたってちょっとこ のコケリウム自体の、ね、温度を少しずつ、1日1度ずつ上げていったんですよ。で今22度、21度、22度ぐらいにして、エゾサンショウもね全然余裕だし、沖縄シリケンイモリもね全然、イモリちゃんどこ行った、カルちゃんどこ行った、カルちゃんここか、カルちゃんも余裕だしっていうので、それに合わせてやることにいたしました。はい、もう黒もね全然余裕なので、この温度で温度帯でねやっていこうかなって思っております。で、パコもね全然いい感じにここで暮らせていけれるので、ちょっとこの調子でやっていけたらいいかなという感じです。またねコケリウム何か変わることとか、温度とか、あとは飼育の状況でね変わったこととかあれば、動画にしていこうかなとは思っております。はい、というところで、本日はね新しくイゲアメガエルちゃんが仲間になりましたよというお話でございました。はい、本日は以上となります。もしよろしければこちらチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらのね各種 SNS フォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。でこの後に簡単なこの子がね来た時とかのショート動画が少し入ります。よかったらそちらのショート動画も、楽しんでいってください。ということで以上リントでした。バイバイ、この後も見てね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。